ダルタニャン物語、ダルタニャン物語、ダルタニャン物語、ダルタニャンは、アレクサンドレ・デュマ・ペールの小説シリーズ。17世紀、フランスやイギリスを舞台に、ガスコーニュ出身のダルタニャンの活躍を描く。ダルタニャンの表記は、ダルタニャン、ダルタニャンなどもある。歴史教師オーギュスト・マケ、が総功を書き、デュマはそれに手を加えていた。実質上の者とも言われるが、 出版物に負けの名前は著作者の欄に書かれないのが一般的である。刊末の解説などで負けの功績を説明しているものは存在する。ダルタニャン物語は第1部、三十四、第2部、二十年後、第3部、ブラジュロンネ施からなる。物語の概要は以下の通り。各部の詳細については、それぞれのリンク先も参照のこと、 1844年間、一般に三重子として知られる物語は、この第一部にあたる。ルイ十三世の治世した、リシュリュース気境が牽制を振るう時代。青年ダルタニャンは、都会で一旗あげる夢を抱いて、ガスコーニュの田舎からパリに出てきて、三重子たち、アトス、アラミス、ポルトスと、意気投合する。ダルタニャンは、英仏両国にまたがる陰謀に巻き込まれ、 三重子の助けも得ながら大活躍する。ダルタニャン、アトス、アラミス、ポルトスだと合計四人なので厳密には三重子ではない。しかし、重子になる前のダルタニャンが主役として三重子と出会う形なので、兄弟が三重子となっている。1845年間、第一部から二十年後、国王ルイ十四世はまだ幼く大きさき、 アンヌ・ド・トリッシュが、摂政に立つが、政治の実権を握るのは、マザラン・スー・キ教である。フロンドの乱が起こり国内の貴族が対立する中で、かつての四十子たちも敵味方に分かれる。イギリスで起こった、新教と革命が、四人の運命に大きく関わってくる。2> 第二部から、さらに十年後、太陽王、ルイの神聖が始まり、財務監督官コルベールと、財務教、 風景の格執、デルブレー教、アラミスの陰謀などが渦巻く、アトスのコラウル、ブラジュロンヌ施策の恋の行方、そして壮年となり原水杖を渇望してやまない、ダルタニャンなども描かれている。この第3部はシリーズ中最も長大である。華麗な宮廷描写や鉄仮面として知られるエピソードが含まれて、全ダルタニャン物語の半分以上を占めている。角川文庫。 岩波文庫、講談社文庫、審判、復刊 .com で刊行されている。岩波文庫版は、生島良一役、三十四、全二巻、第一部の全役。角川文庫版は、竹村武志役、三十四全三巻。旧版は、全二巻、第一部の全役と、第三部、ブラジュロムヌ施の後半の一部が、鉄仮面、石川俊夫役、仮面の男。 角川文庫、三十紙は、他に、自動版の小訳で、いくつかの出版社で出されている。講談社文庫版、全十一巻、1975年は、鈴木力恵による、簡約版。初版は、講談社、箱入り単行本。役者没後の文庫化に際し、同僚、弟子たちが再度解約を行った。約十数年間にわたり重版されたが、 1990年代前半に絶版となった。しばらく復刊されなかった理由は、差別用語表記が多いためとみられる。多くの復刊用語があり、問題となる用語を修正した戦書版が復刊 .com より刊行された新相版2011年。鈴木力英役、ダルタニアン物語の題名は以下、講談社文庫版、復刊 .com 版ともに、 タイトルは同一である。デュマは物語の序文で自らダルタニャン氏の覚書、ラフェール伯爵の覚書を読んだとしているが、実際に参考にしたのはダルタニャン氏の覚書で、ラフェール伯爵の覚書は架空の本と考えられている。ダルタニャン氏の覚書は回想録の形式をとっているが、実在した重視隊長シャルル・ダルタニャンを主人公として クールチルド・サンドラスによって執筆された読み物である。サンドラスは、宮廷ゴシップを書き立てて、バスティーユ老獄に投獄されたこともある人物で、ダルタニアン氏の覚書きも、回想六字立てのゴシップ小説として1700年に、オランダで出版されたのである。とはいえ、サンドラスの小説は、本人の元重視としての体験をもとにしており、登場人物や、ストーリーも含めて、 ダルタニアン氏の覚書きとデューマの小説との一致は多く、デューマが参考にしたことは間違いない。また、三重子であるアトス、ポルトス、アラミスにも実在のモデルが存在し、それぞれ本名はアトスがアルマンドゥシレーグダトスドオトビエユ、ポルトスがイザックドゥポルトーアラミスがアンリ・ダラミツでいずれもガスコーネ出身の貴族である。一方、小説のモデルとなった ダルタニアンの子孫は現存していて、マルキド・モンテスキューというアルマニアック産のブランデーを製造している。皆は一人のために、カズとは皆のために、は、三十四大九章ラストにて、ダルタニアンが発案した友情の誓いの言葉を日本語に直訳したものである。フランス語原文では、しかし、幾島良一、竹村武、鈴木力学人は、 それぞれ違う訳で日本語で記している。原作でこの言葉が登場するのは手を重ねて誓いを立てた一度きりで、この合言葉で獣詞たちが剣を触れて掲げる場面は登場しない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。